よいしょ。
アニソン歌手になりたいと思ったんですよ。おー、すげえ。でも、親はもちろんそのアニソン歌手になるために応援してくれるわけないなと思って、声楽だったら、うん。運が良かったらしいから。これフォルテです。今日はピアノちゃんと1キロのうどんを食べていきたいなと思いますよ。ピアノちゃん準備できた？ピアノちゃん？ピアノちゃん？見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョマッチョマッチョ。